インタバスタジアム2002は今日が第14節の J リーグのディビジョン1です。浦和レッズとそしてサンフレッチェ広島の一戦です。福永靖さんの解説、リアド・ジェイランのリポート、そして実況、上野明でお伝えしてまいります。ご覧のように真っ赤に染まっていますが、たくさんのサポーターが詰めかけました。当然今日勝って勝ち点3をゲットして、そしてより一層このガンバ大阪に近づきたいというとなります。プラス3、まあ、これがプラスやっぱり絶対条件ですね。絶対ですよね、やはりガンバに今誤差ですからね、はい、これ鼻もうできるだけ詰めたいですよね。そうですよね。さあ、そして今選手が入場してまいります。まあ、当然あの代表帰りという意味では、まあ、多少の疲れはあるかもわかりませんが、まあ、そういった選手も今水系といいますが出ています。疲れは当然ありますけどね、まあ、これもそうです、はい、この1試合を、ね、終われば、まあ、多少休みがあるということで、なんとか乗り切ってほしいですね。そしてトゥーリュが戻ってきましたね。いやこれはもう裏としては大きいですよ、39日ぶりというのになりますが、あの6月23日怪我をしてから、まあ、ほとこ時間が要してしまったんですが、まあ、今日は戻ってまいりました。マシンと思います。一方の広島も佐藤下とはやはり代表でプレーをしていました。まあ、とにかくあの暑い中でのプレーだったわけですから、まあ、移動も含めて、そしてまた戻ってきた練習も含めて、まあ、もちろんあの疲れてたらこれはもうしょうがないんですが、うん、まあ、しかし、ねはい、広島としてもやはりこれ負けられない試合ですよね。本当ですね、まあ、今22ですから勝てば25、そうすればこれ勝ち上げですが9で26ですから、うん、まあ、そこまで迫っていけるわけですからね、はい、油のような多少風が吹いています。この埼玉スタジアム2002、気温が29度4分あります。湿度が 63.6%、 当然ですが蒸し暑さは残りますが、まあ、関東もようやく梅雨が明けましたんでね。うん、そうですね、本当に今日はね、はい、なんかこう湿気をあんまり感じないでね、サッカーするには非常にいいんじゃないですか、ね、はい、まあ、7月のあの暑いはずだったんですが、本当に雨模様と言いましょうかね、曇ったり雨で悩まされたり、そういった状況が続いたんですが、まあ、ようやく梅雨も明けて、そしてレッズもこの8月の1日14節、まあ、元気にどんなプレーをするか、まあ、元気だけではいけない、やっぱり勝たなきゃいけないということになるわけなんですが、今日は小野伸二が停止なんですよね。残念ですね、まあ、しかしね、はい、まあ、代わりの選手というか、うん、これだけの選手層ですからね、はい、誰が出ても同じようなサッカーを、ね、してもらわないと困りますね。オジェク監督、ご覧のようにトゥーリュが戻っています。小野伸二、おそらく今日はサポーターの皆さんもあの7月の17日のマンチェスターユナイテッド戦、あのシュートのイメージがまだ残ってますんでね。非常に素晴らしいシュートでしたよ ね。さあ、そして今日のゲームですが、審判団ご紹介をしていきましょう。ご覧のようにレフェリーが松村さんです。そして副審には山崎さんと中海さん、第4審が井上さんですというメンバーで、まあ、あの松村さんが国際出身ですし、山崎さんが国際副審という、まあ、この2人なんですが、多少平均年齢高めという気もいいんですけどね、まあ、いずれも40歳代ということになりますかね。涼しくて良かったですね、はい、ね、本当ですね。さあ、エンド決まって、左エンドが浦和レッズ、右エンドがサンフレッチェ広島です。選手がそれぞれポジションに散りました。そして広島のキックオフで前半の45分のスタート。さあ、森田でボールが来ました。まあ、スリーバックのラインを引きます、この森田。さあ、そしてまあ、ゆっくりボールを回していきます。今日はこの戸田、そして森崎和幸という、やはりこのディフェンダー2人が停止ということになります。広島です。森田も取れずになります。ゆっくりボールが回っていきます。青山、そして右へ持ってきました。森崎がいます。そして1本入って、さあ、ここから長いボール、服部を狙っていきますが、山田がいます。服部の頭を越えてきました。さあ、福永さん、はい、見どころですが、どの辺見ていきましょうか。広島はね、その戸田和幸、はい、森崎和幸ですね、はい、あと戸田と2人が同時に、ね、この出場停止っていうのはね、非常にディフェンスライン不安があるんじゃないかなと思いますね、はい、当然コバの右サイドバックは、まあ、全く問題ないんですが、うん、やっぱり疲れがありますよ ね、 そうですね、代表のね、まあ、なんですか、まあ、牧野選手がね、はい、リーグ戦初先発というこ、ね、うん、ですね、はい、この辺浦和としてはね、前半最初から飛ばしていきたいですよね、まあ、そういった意味で今いきますが、森田もいます。そしてさあ、田中達也来ました。森田との勝負になります。田中をかわしていくわと、ファウルありません。森田の対応、そして田中の突破という、まあ、一つの、まあ、元レッズですから、森田も当然負けられないという気持ちありますし、まあ、一つのミスを作りました。さあ、そしてトゥーリオです。レッズも小野はいませんが、このトゥーリオが戻ったのが大きいですね。大きいですよ、
まあ、ナビスコでね、はい、ガンバに、まあ、5失点というね、まあ、実力的な本当ですね、まあ、試合もありましたからね、はい、さあそして佐藤が行った佐藤久人、この人はやっぱりこの裏狙いですね、これ要注意になりますね、ここ注意したいですね、森崎、高知からそして上津でここの位置から狙う人なんですが、どうするか、狙う瞬間を待っていますが狙えない、逃げ持ってきました、リハゲがいます、さあもう一回落としていく、ここはカットしたつもりです、拍手が沸き起こります、さあそれおっと沸き起こった途端だったんですが、もう一回ポンテ、裏狙いは田中達也を走らせます、田中行きました、田中行った、さあそしてここは小丸がいます、小丸が、ね、中央にいるんですよね、今そうですよね、小丸の中央ってのはないですよね、まあ、でもねこの牧野、森田、はい、小丸この3枚の真ん中にいるのがね、なんか不思議な感じありますね、うん、今ねこう東京を見てるとね、さあそして今広島攻めていきますが、この広島が攻めたところで後で、メンバーをご紹介しようと思うんですが、ここから縦にボールが入りました、ワンツーで繋いでいく、これも速いんですが、そしてボールはトゥーリョが出しました、トゥーリョが出しています、レッツのゴール近い位置の指導になります、この後にスタメンにしましょう、まずは広島の攻めを見ていきましょう、さあここからボールが入っていきます、スローインです、前半の3分になろうとしています、ウェズレー今現在13点はもちろん J リーグ J1 リーグのトップになります、といっても PK の5というのもあるんですけどね、うん、まあ、しかしね、13トップですからね、はい、それにサトシスタートの8を加えると、2人で21点そうなんです、ね、取ってますよね、はい、おっと田中達也行きました、達也からワシントンからここはコンテにボールが入ります、そしてもう一回田中の裏狙いですが勝ってしまいました、森田、ここはファウルになりました、さあレッズのチャンスになります、いいですね、このディフェンスラインの背後というのはね、はい、まだ最終ラインが落ち着く前にどんどん狙っていくのがいいと思いますよ、これは両チームそういうことになっていくんでしょうね、まあそういう攻めはね、見られるんでしょうね、はい、さあそして 27m ありますがポンテがそのボールの前にいますが、ここはどうしましょうか、うん、ちょっと風下なのでね、なかなかこれだけの距離があると難しいかとは思うんですけどね、まあ一発目なんで狙っていくんじゃないでしょうか、はい、山田トゥーリーを見ますが阿部も入っています、さあどういう攻めてくるか、長谷部がこの壁の中にいます、田中達也も飛び出そうというシュートを狙っていますが、山田のシュートはグラウンダーでいきました、そしてキーパー下田が取ります、ちょっとうまくヒットしませんでしたね、はい、山田は非常に、ね、パンチ力ありますね、さあそれではレッズのメンバーですがご紹介しましょう、レッズの今日のメンバーはキーパー鈴木、そして山田、坪井、田中、トゥーリオ、そして阿部、相馬、鈴木啓太、長谷部、ポンテ、田中達也のワシントンという、まあ、こういったメンバーになります、右のこの黄色いのがイエローカード累積、これ3枚というのは阿部とワシントンがそうなんですね、うん、これちょっと要注意ですね、気をつけてもらいたいですね、はい、そして控えの方です、山岸、ネネ、堀之内、平川、内立、永井、岡野が入っています、まあ、内立といえばやっぱりマンチェスターユナイテッド戦ですよね、うん、いや見事なシュートでしたね、ここはハットにいます、そしてウェズレンボールがしました、ウェズレン狙うか、かわしていく、もう1回そのチャンスを伺うか、うーん、まく叩きました、トゥーリオです、そのトゥーリオがずっと上がっていきますが、ポンテからワシントン、おお、トゥーリオ来ますね、トゥーリオ来ますね、そして田中逆サイド、ワシントン行った、ワシントン行ったエリアの中、さあどうするか、と足は、あっとファールなし、際どいプレーだったんですがファールいません、引っかかったように見えましたけどね、まあ簡単には取れないというところでしょうかね、立ち上がりという今日の主審の松村さん、そうですね、どうですかね、ここから入っていく、わお、まあ倒れるほどではなかったかもしれないですね、マキロが言っていました、まあ、でもこの辺にはね、マキロにちょっとプレッシャーをかける意味ではね、あのようなことはね必要かもしれませんね、マキロもまだ20歳ですからね、いろんなことを学んでいこうという選手になりますが、さあそしてまたそのレッツがボールを持っていきます、縦に入ってポンテ、相馬からボール入って田中達也、田中達也、マキノが行きました、そのマキノが詰めていきますが、囲んでボールを奪うか、あっと奪いましたか、そして広島の攻めになります、オジェク監督、まあ、とにかくガンバの下であるんですが、やければそう下でなんかずっとこう行って、うん、最後に巻き取りのがなどうかなという、ね、感じもしますけどね、最終的にトップに立てればいい、そうなんですからね、はい、まあ、その機会を伺うためにも少しでも差を、ね、詰めて、はい、ゆとりを持ってリーグ戦進めたいですね、まあ、上に立ってずっと独走できるんであればそれが言うことないんですが、うん、トップにいるプレッシャーっていうのはね、また別物がありますから ね、まあ、今はこの位置でも、まあ、はい、いいと思います ね、 そうですね、さあそしてボールが入って柏木が来ましたが、うん、佐藤にボールが来ました、
まあ、今ねちょっとラインドマンのフラッグ上がってましたけど、佐藤久とあの裏への飛び出しがね非常に鋭いですからね。ちょっとあの貸し合いがやっぱりこれトップスからいいボールを出すんですよね。非常にね、はい、センスありますよ、ね、19歳なんですが要注意です。さあここはボール出したのは牧野です。さあそして広島のメンバースタメンご紹介しましょう。広島はキーパー下田、そしてディフェンダー駒野、そして牧野、森田、リハンジェ、青山、服部、森崎、浩二、柏木、そして佐藤、上杖の2トップ、まあ、こちらも森崎、柏木、上杖、これが3枚です。累積です。もう1枚もらってしまうと、まあ、次のゲームは出場停止になります。そして控えの方です。木寺、吉弘、そして入船、高萩、桑田、高柳、そして東が入っています。まあ、これがサンフレッチェ広島、ペトロビッチ監督はこのチームを率いていますが、まあ、早くやはり勝ち負けこれを5分にしたいということになるでしょう。今マイナスの1になります。負けが先行しています。さあここはフリーキック、またレッドのチャンスになりました。トゥーリオ、ワシントン、ワシントンがこぼれた。ここがクリアボールになります。いやしかしペトロビッチ監督映りますが、なんとなく熊野が中だと右サイドなんかもったいないなという気もするんですかね。まあ、しかし、ね、コマの経験で、はい、この中央の、ね、最終ラインを、まあ、カバーしようということですね。さあここからですか。ワシントン、ボールは取れません。もう1回ボールは出ました。そしてコーナーキックになります。このワシントンが、ねはい、高さはやはりありますからね、中央でコマのこのね、はい、このミスマッチというところを、ね、うまく外から使いたいですね。さあそしてツーリオがゆっくり上がっていきます。逆サイド、ハスレが宮サイドに行きます。ゴール中央には田中が入っています。阿部も今行きました。さあどこへ来るか。ポンテから低いボールはニアサイド、阿部にはボール当たりません。クリアボールがありました。相馬からボールが前へ出ず横へ行ってしまいました。さあそして両チームのこの雰囲気、まあ、もちろんペトビッチ監督が立ったままですが、まあ、その辺も含めて状況を伝えてもらおうと思うんですが、リポーターはリアド・ジェーラリポーターです。ジェーラさん、はいはい、まずは浦和レッズ尾崎監督の試合開始前のコメントです。この試合に向けてはコンディション、戦術の両面で時間をかけてじっくり調整することができよかった、はい、広島は個々の能力が高い選手もいるし、チームとしてもスピードに乗った攻撃を仕掛けてくるので注意しなければいけないと語っています。はい、これはあの深さやっぱりスピードありますしね、はい、確かに要注意ですよね。小関監督が言ってるようにね、はい、あのずっと過密にっていうのがなかなかね、調整がうまくいかなかった部分もあったと思うんですけど、はい、今回時間取れましたからね。実際には6月の30日に終わってるわけですよね、一旦ね。そうですね、まあ、その後アジアカップ等があったんで、まあ、代表はもちろんそのままゲームに行ってるんですが、はい、まあ、そういった意味で時間もあったということですよね、うん、じっくり調整できたんじゃないでしょうか。さあそして広島の方ですが、ジェランさん、はい、対するサンフレッチェ広島のペトロビッチ監督は、まず浦和レッズについて個人の力が高く非常にいいチームなので10人で戦うには無理だ。上杖が狙ったシュートだーっと怖いですね。いや25メートルありました。一瞬の隙でね、上杖狙ってきますね。ここね、これをさっきからずっと狙ってましたよね。でかわしかわしでなかなか突きかなかったんですが、はい、追い風なんでね、あの辺からでも十分枠に行くとね、怖いシュートになりますね。そうでしょうね。さあジェラさん途中になりました。ペトロビッチ監督のコメントです、はい、交代枠も含めて13人で戦うくらいの勢いで行きたいと話し、うん、またサイスタワー監督来るのは初めてなそうなんですが、ほうほうほう、相手サポーターとはいえたくさんの観客の前で自分たちのできることを見せてやりたいということでした、はい、そしてですね、あの試合前にワシントン選手が練習からピッチを降りるときにですね、しきりに左足の太ももの裏を気にしていたのがちょっと気になりますね、というワシントンですよね。そういうことを聞くとこっちも気になりますね、はい、本当ですね、まあ、大事に至らなければいいんですけどね、はい、まあ、出てるんですから、うん、はい、さあそして水啓太、そうか、ペトロビッチ監督はこれ初めてなんですね。そうですね、かなりプレッシャー感じてるんじゃないでしょうか。そうですよね、まあ、しかしね、はい、コメントを聞くとかなりこうこの一戦にこう野心を持ってね、うん、やってやろうっていうのを感じますね。そうですよね。まあ、ちなみに対戦成績は過去浦和レッズの18勝、広島の11勝、そしてまあ1つの引き分けということなんですが、以前は味方チーム、守備中心のチームとよく言われましたよね、比較対象でね、はい、しかしね、はい、各年代に代表選手も揃えて非常に楽しみなチームに なりましたよね。したがって当然ですがレッズもやっぱり侮れないというチームになります、うん、この広島です。大関監督ゆっくり今出てみました。出ていくということはちょっと気になる部分があるわけですよね、うん、そこ
少しね、はい、切り替えの部分が遅いかなという印象あるんですけどね、今トゥーリオとちょっと話し合ってますので、もう少し最終ライン上げられるんじゃないかと、はい、なるほど。そのトゥーリオ、スイケータから今足元しかったポンテ、山田、そして1本出した田中達也、ここは田中達也のファウルになりました。コマの、あの辺はコマの上手いところでしょうね。さすがにね、体重は強いですね。ウェズレー、森崎浩二、柏木からもう一回ウェズレー、そして青山です。いや、いいですね、あれ、はい、そして田中達也、ここからクロスが1本入って、ここはフリーがシュートってきた、阿部のシュートです。ボールを奪ってからそのままですからね、と同時に今ペトロビッチ監督がその阿部ケアを彼と指さして指示を出したんですが、誰も言ってませんからね。ボランチの位置からの飛び出しだとね、はい、広島の方もマークつきづらいですね、なかなかね、抑えが効いたいいシュートでしたけどね。阿部も代表でオーバーヘッド気味のね、ゴリがありました。あれでいくかなと思ったんですけどね、上野さん、はい、その阿部選手、先日19日には初めてのお子さん、男の子のお子さんが誕生したんですよね、でそれについてトゥーリオ選手はですね、トゥーリオ選手はもし得点を入れたらみんなでゆりかごパフォーマンスをしたいねなんてことも話していました。なるほど、まあ、第1子が誕生ということで、まあ、そういう意味でやっぱり嬉しいですよ ね、 そうですね、気持ち入りますよね、はい、チームメイトの ね、それを祝おうっていうね、チームワークを感じますよね、はい、ということは今のシュートなんか阿部が決めてしまうとすごく、ね、うん、いい感じだったんですけど ね。さあ、ここからまたボールを持って広島、時間的には13分が過ぎていますが、福永さん、これどうですか、この13分間。まあ、どちらのペースともね、まだ言えないですね、はい、なかなかこうボールがテンポよくつながっていくというシーンもないですからね、少し落ち着いたゲーム運びしたいですね、はい、森崎からここは下げられますが、ここに青山、そして柏木、左服部が行きますが、柏木持った19歳、佐藤久人、ああいい守備だ、すごいです、すごい、出足もいいですね、はい、すごい、ポンテ、ちょっと感じてなかったですね、マキドのクリアでした。あ、ここはマキドがいます、そして服部、この辺も回すんですが、これ広島は危険な場所でしょうね、これね。そうですね、こんなとこでね、もう少し裏も強くいっていいと思うんですよね、ですよね、あの位置だったらね、少しその攻守の部分がね、はい、奪われてからの守備、奪ってからの攻撃っていう部分のね、少しちょっとね、遅い感じがするんですよね、はい、まあ、当然暑いのもあるでしょうけどね、で今小原がここにいます、牧野は中に入ってますね、まあこれは多少流動的ですが、あと佐藤です、まあ、これは当然広島狙いですけどね、そうですね、球がね、少しこの風に乗って伸びるんですよ ね、その辺も頭に入れてディフェンスラインはね、ラインをあの高さをね、調整しないといけないですね、まあ、埼玉スタジアムはこれもちろん巻いてくる風もあるんですが、今とりあえず右から左ですからね、はい、上野さん、はい、あの現在のピッチレベルの天候なんですが、この時期の割に涼しいですね、はい、あの夜なので暑さはさほど気にならないと田中達也選手も試合前話していました。そうですか、はい、でまた風がメインスタンドから見て右から左にかなり強い風が吹いているのが気になりますね、今のだからこの J ナンリポーターのマイクを通して風の音が聞こえましたね、聞こえましたね、それほどやっぱあるわけですね、これね、風を利用したね、はい、攻撃っていうのも考えたいですよね、相馬割り込んで、ここはどこのファウルナスですか、なんか引っかかった感じもするんですが、だいたい割り込んだ時は2枚で囲むわけですが、誰かなんかしてるんですけどね、そうなんですね、ポンテ、ワシントン、わー、やはりあそこ厳しくきますね、そして山田もあのマンチェスターユナイテッドでは強烈なシュートがありました。あーっとボールをここは奪われます。そしてウェズレー、さあここから今度は広島攻めていきますが、ウェズレーがあの位置からボール出して左サイド、服部がいます、
ここは山田が来ました。服部山田だからウェズレーという選手は意外とトップなんですが、13秒と言いますか、意外と引いた位置からこうボールを出してアシストもあるんですよね。そうですね、非常に中盤まで下がってボールを受けたりいろんなことやってきますからね、そこにディフェンスが引っ張り出されないことですね。あーはーはー、そこを、まあ、佐藤スタートうまく狙ってますからね、ここはファールがレッズのファールになりました。ですからこの辺はまたその風上というと考えたら球は当然伸びていくわけですね、だから距離がありそうで意外とないということですよ ね。あとここは短く来ましたね、柏木からクロスが1本入った。ここはトゥーリオです。そしてこぼれてまだチャンスないか、牧野から左へ持っていく柏木牧野狙うか、シュートになった。スボイに当たりました。コース変わってコーナー低くなります。牧野が行っています。いや、これも危ないですよね、今日は初めての今シーズンスタメンになります。アンダー20のね、試合でも点を取ってましたしね、ちょっと調子に乗らせるとね、ちょっと嫌ですね、怖いですね。中野もアンダー19の代表では柏木とともに活躍もしています。ポジションにコーチングのできる選手なんですが、19歳。さあここはチャンスだった。ウェズレーから長いボール飛び込む、おっとキーパー続きです。上野さん、はい、このキーパー続き選手はですね、今日の試合についてなんですけれども、広島について佐藤久とウェズレー、駒野の3選手を要注意選手として挙げていまして、はい、もうこの3人に簡単に上げさせないようにする、上げられても中のマークを上がった。そして飛び込むか、とここは坪井のクリアになりました。はい、はい、この3人に簡単に上げさせないようにする、で上げられても中のマークをしっかりしておくべきだと話していました。はい、上げさせないように、当然あの両サイドになるわけですから。おっと後ろ、ここは森崎が来ましたが、ちょっとね今マークつききれてませんでした ね。森崎コーチがいました。今日お兄さんの和幸が使用停止になります。まあ、当然そのいい感じあたりは今あんまり目立ってこない右サイドなんですが、ここはやっぱり要注意、注意しておかないと本当にいいボールが上ってきますし、で左の服部ですね、両サイド高い位置ね、今取られてますからね、で今駒の中にいるからいいんですが、右へ出た時の駒だとやっぱ怖いですし、ここも佐藤を狙っていったんですがこぼれて、あそして森崎から上杖、そしてトゥーリオです。ここも落としていく、これもちょっとこのボールポジションは今広島になっていますが、ここはミスになりました。森田です、元レッズです。まあ、レッズからセレッソあるいはフロンターレ、大宮でもプレーしていました。まあ、2004年途中から広島4シーズン目になります。オーディエフ監督のネフタも入れていますが、それほど風があります。ピッチレベル、上野さん、はい、あの気になるんですが、先ほどからオジェク監督は、時折険しい表情を見せていまして、はい、まあ、選手に大声で何か叫んでいますね。これもだから福永さん、特にやっぱこうディフェンス面ですよね。はい、そうですね、ちょっとディフェンスラインの配慮ね、はい、気にしてるんでしょうね。まあ、今日は阿部、トゥーリオ、そして坪井というこの3人です。まあ、トゥーリオが39日ぶりということで復帰を果たしました。まあ、左膝を痛めて、靭帯を痛めて、まあ、こう非常に心配されたんですが、さあそして長谷部、田中、あっと合わない。あそこでね、一辺ポイントを作りたいんですけどね。意外とあの辺なんかこうもう一つ呼吸が合っていないという。この辺はね、はい、広島の方はウェズレがその役割しっかりやってますよね。そのために後ろからの押し上げっていうのはね、はい、しっかりできるわけですよね。20分過ぎていますが、ウェズレも後半大丈夫かなというくらいに今動いてますよね。まあ経験ある選手ですから。はい、34歳。うまくやってきますよね。4月の35歳になっています。森田、服部、森田、さあ中にボール入りました。もう一回開いて、で今日この中央センターにこの小村がいます。まあ、ここもだからペトロビッチ監督もある意味では国国策なんですよね。うん、2人同時に ねずっと使ってきた選手がいなくなるって非常事態ですから、はい、本来だから中に戸田がいて、右に森崎和幸がいて、その一歩前右サイドに小村がいるわけですからね。はい、だから小村のこのクロスというのは今日はあまりこう期待はできないということなんでしょうが、でもリハンジェもね、はい、どんどん来ますからね、
気が抜けないですよね、はい、森田からそして服部森崎浩二にもこれ回らない。お互いなんかそういうことをやってるなという印象もあるんですが、うん、もう一つ回らない部分があります。決して暑さのせいじゃないですよね。少し動きが鈍いですよ ね、スイケータ、まあ、ケータもいい仕事をして日本に戻ってまいりました。阿部、もちろん阿部もそうです。阿部、スイケータ、そして坪井というこの3人が行っていました。一方は駒野、そして佐藤がいます。山田からここも取らないか、この辺気をつけないと。服部、森崎浩二から服部に出ましたか。服部、ウェズレがつっていく、あーっと、裏に出されたら ね本当今全くタイミング合ってなかったんですが、服部は手前だったんですね。ウェズレは外裏だったんですね。まあ、服部からしたらね、裏に行く格好から中に入ってくると思ったんでしょうけどね。今でも本当に助かりましたね、はい、ワシントン、結局ここ個人になってしまうんですよね。ワシントンもっと前に来いって、ね、言ってますよね。ということは福永さん、やっぱりバランス的に良くないわけですよね。良くないですね。サポートの姿が目に入らないんでしょうね、はい、なので個人で行くしかない状況に追い込まれてしまう、ディフェンスも奪われた後すぐプレッシャーに行けないという状況ですね、はい、森田、もう23分が過ぎています。0対0、青山、牧野19歳、柏木からボールがこの裏、常に狙ってますね。常に狙ってますが、フラさん、常にボールやっぱり長いですよね。長いですね。どうしても風で流されてしまう部分と、まあ、今佐藤さんと一番前なのでね、はい、その後ろからもう一人来られるとね、かなり危険な場面作られそうですけどね、はい、長谷部、そして山田、足止まってますよね、少しね。そしてここは長谷部行きました。いや、田中達也行きました。そして長谷部で山田、ワシントンがボールを欲しがっていますが、もう一回長谷部に預けて、そして鈴木啓太ボールを回すんですが、うわー、オジェック起こった。今トゥーリオがね、ほぼ打ちかけたタイミングでのミスですからね、今オジェックはもう怒りましたね。あれ一番嫌な格好ですよ ね、 ですね、まあ、前半もう、ね、半分ぐらい経ちますけど、はい、ちょっとイージーなミスが多くて ね自分たちでリズム崩してますね、はい、おっと狙っていきました。シュートになります。アジアカップの日本が言われたのがパスはよく回したけど、ほとんど横のパスが多くて、ね、シュートがなかったという、はい、ちょっと今ふっと思ったんですけどね、パスは今非常につながってるんですが、はい、シュート結局なしではありました。やはり作りの段階で時間がかかってしまうと、やはりミスをする可能性もね、はい、時間が長い分増えますからね。さあ、そしてコーナーキックになります。ウェズレーがボールを蹴ります。中に誰、今マキノが遠い位置から入っていきました。そのマキノか、もう一回柏木から、そしてウェズレー、高いボールだった。そのままだともう一回コーナーです。当然このチームの、まあ、形の中でウェズレーがこのキッカーで行くんですが、なんかウェズレーが中にいた方が濃いような気もするんですが、でもキッカーなんですよね。そうですね、まあ、ちょっとこの森田もね、高さはあるんで、89センチあります、森田ゆっくり上げていきます。その森田ニアに来た。さあ どうする、その後ろにグッと、ここは相馬のクリアになりました。遠い位置からシュートになります。そしてもう一回こぼれて、駒野から、この辺のクロスは正確です。牧野、あ、でも強いですね、はい、スローインは服部、もう一度当時が動いた。柏木も行きます。そこにボールが出ました。柏木がクロスがバウンドして、おっとっと佐藤、でもあれが佐藤の得意なんですよ。なんかいないのにいるんですよね、そ、うん、っと入ってきますからね、これね、これも普通にね、危ないですよね。で8シーズン目の佐藤久と、もちろん市原ユースということで、まあ、双子兄弟で市原にいたんですが、市原2シーズン、セレッソ、そして仙台、その後2005年途中から、この2005年から広島、まあ、3年目になりますが、ウェズで蹴ってファーサイド、そのまま出ていきました。ウェズレーです。今13点を取っています。 J1 リーグのトップです。
ワシントンが今9点です。ワシントンは PK ないですから、まあ、PK を引けばワシントンは上なんですが、うん、まあ、PK5 個というこのウェズレー。ただあの90分の平均その得点といいましょうか、これが 0.89 というのはこれ2位なんですね、ウェズレーはね。シュートの数は76本、ワシントンはシュートが65本放っていますが、その平均では 0.5 なんです。ですからウェズレーは遥かに上回っているんですが、決定力はね本当ありますよね。そのウェズレーが今倒れていますが、27分が過ぎています。上野さん、はい、そのウェズレー選手についてですね、うん、トゥーリオ選手は、彼は強烈なパワーを持っているし、佐藤久人選手もまた結構点を取られているので要注意したいですと話していました、意外とあのウェズレーというのは、やっぱりおとり的になって、本当こう、うん、ほっとくとなんか佐藤はあれなんで今ここにいるのみたいな形の動きありますからね。この2人は本当に、ね、分かり合えている感じしますね。ですよね。でなんかイメージ的には倉庫スイッチにボールがこぼれた柏木が打ってくるっていうなんかイメージもあるんですよね、うん、後ろからね、森崎浩二が来ますし、はい、青山森崎、そしてウェズレー、森崎、小葉野、柏木、佐藤浩二、柏木、佐藤を狙った、山田が入っています。まだあります。服部からクロスが1本入り、統一になった辻木が取っています。リハンデが逆サイド入っていきました。さあここからどうするか、相馬から1本出て長谷部、これチャンスですよね。もう少しね全体的に上がりたいですね。あ、長谷部田中取ってシュートーってキーパー下田、いやー、これは素晴らしいシュートだったんですが、下田がよく反応しました。いいシュートでしたね、ここでね、一点ポイントでいきますよね、はい、そして3人目のポンテが完全に来ましたもんね、うん、まあ、これは下田のファインセーブというと何でしょうか。31歳元代表さすがです。ただ佐藤、ここはまた広島行きました。佐藤こぼれて服部、ここはトゥーリを取りました。そうですね、切り替えですね、はい、ポンテワシントン田中達也います。どこに乗っていくか、勝負か、うわーと森崎浩二のディフェンス、水慶太が行きました。あ、森田のディフェンス、そして水慶太が行きました。山田、もう少しボールね、はい、中央で引き出したいですね、うん、相馬から田中達也、目の前にいますが、ワシントンチャンスか、ワシントン、うん、こぼれた、まだ田中、おっとその笛が鳴ってますか。ここはイエローカードが牧野でしょうか、1枚出たんですが、そうですね、ルーズボールの後ですね、ただこの後のチャンスだったんで、田中達也としては止めてほしくなかったというバジェシアなんですよね。そうですね、前を向いてさあ行こうという瞬間に今フェが鳴りました。カードは今牧野で良かったんですよ ね、 そうですよね、はい、いや、この1枚でね、ワシントンに対して今度厳しくいけなくなるんじゃないですかね。そうですよね。マックは累積1枚目になります。さあここは左からの角度になりますが、ポンテがボールを蹴りますが、ワシントン、そしてトゥーリオ、手を挙げたのはトゥーリオです。阿部も動いた。さあここへ持っていく、阿部か、あっとワシントン、うん、ここはコーナーキックになります。ポンテはね、いいとこボール入れてきますよね。やっぱりトゥーリオが入ったことで、またこのいわゆるセットプレーの選択肢が増えるわけですよね。やはり迫力が全然違いますよね。ですよね。ポンテ高いボール、ここはその後ろ長谷部落とした。さあチャンスがトゥーリオが競っていました。まあ、ようやくゲームが落ち着くという下田のキックになります。0対0、小野伸二が移ります。今日は残念ながら出場停止になります。まあその間にこの中断期間中もなんかオランダアヤクスとかいろんな話が出てましたね。騒がしかったですよね。ですよね。
それだけの、ね、はい、才能を持った選手ですから、まあ、アヤックスの方が否定をしたという話にはなっているんですが、ただ、まあ、とにかくあのマンチェスターユナイテッドでやっぱりこう存在感をなんか示しましたよね。さすがにやはりね、ものは違うぞというのを、ね、ですよね、見せられましたよね、はい。さあ、そしてここはまたチャンスから狙っていきますが、遠い位置から打ってきました。あの位置から来るんですよね、やはり青山です。風を利用してっていうね、はい、チームの全員がね意識してますね。作業高校から4年目を迎えています青山。上野さん、はい、今広島からミドルシュートを打たれてしまったんですけれども、あの長谷部選手は広島は、ミドルのこぼれ球も狙ってくるので注意したい、去年も点を取られているので一発目に気をつけたいと話していました。これは福永さん、はい、当然ですよね。もちろんですね、もう少しボールサイドに、ね、はい、寄せないとどんどん打たれてしまいますよ、森田から服部、長いボールはここは追携た。0対0、32分が過ぎています。ポンテ、田中達也が求めた。ワシントンがいるが、ここはトゥーリオ前へ出して、意図するところは伝わってきたんですかね、はい、悪くはないんですけどね、はい、もう少し大事につなげる場面もつなぎたいですね、さあそしてまた広島が攻めていきます。青山からウェズレー、もう一回狙っていきますが、ちょっとボールは長いか、逆に風に ね、 ね、助けられましたけど、はい、青山です。運動量、それからパス、そしてまたこれを打っていますが、パワフルなこのミドルシュート、まあ、いろんなものを兼ね備えています。去年は鹿島戦で40メーターシュートというのを打ってるんですよ。すごいシュート決まりましたよね。決まってるんですけどね、はい、まあ、それはだからもう本当に要注意というと、まあ、ボランチのお仕事ってそういうのはありますけどね、はい、逆に言えばね、裏もまあ、ケータ、そうですね、この辺にね、はい、遠目からのシュートを、ね、決める力っていうのは、ね、つけてもらいたいですね、はい、ワシントン、森田がクリアです。0対0、ここはファウルになりました。ポンテのファウルです。4分が過ぎています。青山、森田一旦下げて、ここに小丸、右から牧野、小丸、そして森田です。青山から小丸行きます。そして牧野、青山、まあ、ですから青山がしっかりディフェンシブなこの、まあ、ミッドフィーダー、このボランチになってるわけですよね。そうですね、青山がしっかりそこにいてくれるので、はい、森崎浩司、まあ、柏木という、ね、ところが自由に動きますね。そうですね、そこへウェズレーがこう加わってきてるんですよね、ウェズレーこの位置ですからね。ですよね、そこに坪井がついてるけど、ね、本当です。下田、牧野、田中が行きます。これをカットする。相馬行きました。相馬から横に入って、さあバシッとチャンスだ。ポンテのシュート、決定的でしたけどね。今のフィナーさん、はい、ポンテのシュートはどの辺がどうだったあなたですか。この辺ね、ちょっとコマのでしょうかね、プレッシャーにかかってくるのが目に入りましたかね。なるほど、少し焦りましたよね。ホット佐藤行きます。まあ気持ちは分かりますね、視線に入ってくる、そうすると気持ちが焦る、その分バランス崩しながらのシュート、はい、確かにヒットはしてないですよ ね、 そのシュートをやはりディフェンスに引っ掛けてはいけないという意識が早く打たなければという気持ちになってしまいますね、森崎浩二も26歳です。広島ユース、そして8シーズン目の今シーズンです。ウェズレー35歳、青山21歳です。ウェズレー上
げてくる。しかしここは闘莉王いました。コンテ、ワシントン、コマノ、ああでもコマノもやっぱりしっかりこのセンターやってますよね。いやそつなくやってますよね、まあ、真ん中にいるコマノっていうのはね、はい、ちょっとイメージないですけど、しっかり統率できてるなと思いますね。その分だから右サイドから攻めってあんまりないんですよね。まあ、確かに、ね、ないですけどね、はい、この田中達也、ワシントンっていうところにね、まあ、警戒してるなって分かりますね。坪井、闘莉王、阿部、鈴木啓太、長谷部、長谷部、坪井、長谷部、ワシントンか、ワシントン、トラップをして打つ、シュート、ヒットしないか、下田からここは速攻ですか、これ気をつけなきゃいけないですね。佐藤が今求めています。柏木からここは相馬がいました。リハンジェネから上に落ち着いてますね、はい。さあそして今度は長谷部、相馬、逆サイド今山田が上がっていきました。相馬からポンテ、うわっともったいない。森崎からもう一回もらって服部、さあウェズレー、柏木を置いた、右サイドリハンデ、これは気をつけないといけないですね。佐藤がまた手を挙げた、ウェズレー、佐藤を狙っていく、闘莉王が出しました。まだね、佐藤一里そんなにボールに触る機会がないんでね、なんとか止まってますけど、でも密かになんかも狙ってますし、出るとなんか怖いなという感じありますね。ワシントン、マキロが言っています。38分から39分、0対0、まだ点はありません。今日が14節です。本来は6月の9日が10日という、ここが14節だったんですが、このレッツ、そして広島、レッツがアジアチャンピオンズリーグ等がありました。その影響を受けて今日の初日になったわけですが、このゲームが終われば、それぞれこの J リーグ18チームが全て数が揃います。ですから勝ってガンバとの勝ち点がわずか2という、ここまで来るわけです。阿部、ポンテ、田中、山田、チャンスだ、山田、横へダッシュとポンテ、まだあるか、あっと、よく見てましたけどね、これ A3 ですね、考えたらね。そうですね、A3 カットしました。もちろんアジアチャンピオンリーグ等もあったんですが、その中で、その6月の9、10、これが14節でした。その A3 が6月の7日が初戦だったんですが、その中で、ゲームができないという。ただ確かにハードスケジュールなんですが、逆に言えばレッズはそうでなきゃいけないということですよね。もうそうですよね、そのハードスケジュールを楽しめるぐらいにね、なればいいんでしょうけど、去年から比べるとかなり色の大会が増えましたからね、はい、そこへ代表が来るわけですからね。そうですね、本当に代表選手はね、休みないですよね、でも見る方はやっぱりね、ゼロクスが始まって、本当このアジアチャンピオンリーグというアジアのチャンピオンを決めようという大会があって A3 という、ゲームもあって、なんかこう見るという意味では非常に楽しみがね、どんどん増えるんですが、選手はね、大変でしょうけど、本当楽しんでやってほしいなという気持ちがありますね、で今オジェフ監督を取り出しましたね、おっとここは田中達也、
のファウルになりました。このように、ね、時間をかけてボールをやはり、ね、奪われてしまう、シュートで終われないというシーンが、ね、目立ちますよね。小池監督はそういう気持ちなんですかね。このシュートで終わらないというのは、ね、選手の疲労が大きくなりますからね、はい、レズレーから逃げ出していきました。森崎回ってきますが、レズレー、ああ面白い、柏木から服部、中入れた、うん、とまあ、この辺はワンタッチでどんどん回していきましたが、あそこでから服部のボールが佐藤狙いですが、当たれば当然1点というケースですから、まあ、多少ずれてくれているんでいいんですが、まあ、助かってますよね。だからシュートの数的には両チームあまりないという中で、まあ、ゲームは進んでいますが、もっともっとだからフラソンと打ってほしいですね、レッズはね。ちょっとね、はい、選手たち自身が消化不良の状態のままね、ディフェンスの時間が長くて疲労がね、うん、まあ、増えてきますよね。はい、すごいです。なのでね、どうしてもこの攻撃の時もちょっとこう休みながらという部分で時間がかかってしまいますよね、はい、暑さってありますかね、と思いたくないですね、これ、まあ、同じ条件ですし、そうですね、はい、暑さというよりは、うまくいってないことで、こう少し体もそうですけど、はい、まあ、メンタル的にもね、ちょっとこう休む時間が欲しいという状態ですね。なるほど、準備期間はあったという話は出ましたよね。ただまあその中で確かに代表選手が3名いなかった、トゥーリオも怪我をしていた、ワシントンも実は21日帰国してるんですね、まあ、心臓の検査というのがありました、まあ、チームのね、はい、まあ、コンビネーションというところを合わせるのはなかなか選手もいなかったので難しかったと思いますけどね、はい、もう少しフレッシュになっている部分というのをね、もう少しこう活動量で見せてほしいですよね、動きでね、はい、牧野縦に入りますが、ここはセイダ、そして阿部、鈴木啓太、一旦下げて阿部、そして坪井、だからこの辺はいいんですよね、ここからですよね、相手陣に入ってからですが、そうですね、ボールをね、もっと引き出してほしいんですけどね、前線が前進めない、うん、これでいいですね。田中達也、もう一回水啓太で、この後ボールが止まってしまうんですよね。ポンテ、裏狙いはワシントン、さあチャンスか、ワシントン、ワシントン前は向けないか、おっと受けてシュート、ファールですか、え、ファールですか、うわー、ワシントンここですかね、ここで掴んでますかね、あ、この後マキノが近づくとしたところをね、逆にウェズレー、ウェズレー、ウェズレー、さあそして佐藤が狙っているが、シュートはどうだと、防いだ防いだ、すごいです、まだあります、柏木狙う、壁に当たる、いやー今のはでも文句言ってる場合じゃなかったですね。上野さん、はい、前半ロスタイムはありません、はい、いやー今のは危なかったですね、リプレイ見てる瞬間にね、本当です、もうゴール前にあっという間でした、ね、だからなんか、ファールじゃないでしょうという文句を言ってる場合じゃないというなんか広島で攻めてたわけですが、よく坪井が防いでいます。あっと水啓太をしてしまった、もうちょっと時間もないのでね、前半このままで落ち着いてなんとか失点なしでね、で手元時計今45分もありました、うん、そしてロスタイムはないということなんですが、したってもう時間はありません、これラストプレーでしょうかね、はい、ウェズレー、これはしっかり守らないといけませんね、ボールに向かってくるボール蹴るでしょうからね、はい、そのボールが入ってちょっと長い、うん、助かりました。あ、そして今フェアだったと言います、前半を終了しました、まあ、結局前半終了は0対0ということで、まあ、点がなかったんですが、これまた審判に詰め寄ってますね、ここはあまり行かない方がいいと思うんですが、鈴木、そうですね、トゥーリオも行きました、さっきのプレーですか、まあ、言いたくなる気持ちはね、わかるんですが、ただまあプレーが進んでしまった中で、まあ、それでさっきのプレーはこうだっただったというのはもうね終わっちゃってるわけですもんね、まあ、でもね、まあ、選手の気持ちってはね、これどうしても言わないと納得できない部分だ、なるほど、あ、ただ時間ってもう戻る戻るという、こんなところでまたカードが出たら言うのって嫌ですもんね、確かに戻した方が賢明ですよね、
ということで、まあ、なんとなくこう動きが今一つ落ちないといいましょうか、バイトするところが伝わってこないような状況になりました。この前半第14節の浦和レッズ、そしてサンフレッチェ広島、後半どうなっていくのか、まあ、というか点が欲しい列なんですが、前半を終了しました。前半は結局0対0、両チーム点は入っていません。まあ、今日の14節なんですが、レッズそしてサンフレッチェ、まあ、前半は0対0でした。まあ、梅雨が明けた関東地方ですが、今日のゲーム展開前半はちょっとこうなんか梅雨が明けていないような両チームです。このゲームですがね、解説、改めてご紹介しましょう。福田康さんと、そして実況は上野明でお伝えしています。福田さん、本当に今言ったようになんかこうね、なんか今一つね、いやー、うん、上野さんうまいこと言うなと思って聞いたんですけどね。何がどうなってますかね。やはり切り替えの部分ですね、一番大きいのは、どうしてもこう奪った後にすぐ攻撃に加われない、奪われた後にすぐ守備に行けないという部分で、どうしてもこう厚みのある攻守という部分がね、少し見えなかったなと。ですからオジェク監督も随分とやっぱりね、あの表情は厳しくなるし、でベンチからこう出てくるので飛び出しが多いですよね。そう、この前線から最終ラインという間がね、広く見えてしまうんでしょうね。なのでうまくそこ中盤使われてますよね。小出監督が飛び出す前に田中達也が飛び出してほしいですけど前ね。まあね、飛び出しこう狙える状況を作れる準備段階をね、もう少ししっかりしないとなかなかね、そういうチャンスも生まれないですね。さあ、それでは前半ですがハイライトご紹介いたしましょう。まず前半の12分です。阿部がお子さんが生まれたということで、そのシュートが決まっていれば非常に嬉しかったんですが、12分です。阿部のボレーシュートでした。奪ってからね、シュートまでいい流れでした ね。そして今度はレッズ35分相馬が行きました。ワシントン、ポンテ、ボールが少し流れてる部分もありますね。小原がやっぱり視線に入るわけですね。自分の思ってるより流れてしまったという感じですね。そしてワシントン、これがだからその、ファールを取られてしまったというところで、ですね、ワシントンはしっかりキープで、まあ、達也がフォローに来てたから良かったんじゃないかなっていう気もしますけどね。やはり前線でポイントを作れれば、チャンスになってるなという印象はありますね。まあ、確かに結果的にちょっともったいない結果になったんですけどね。さあ、そして前半のスタッツご紹介をいたしましょう。前半ですが、ご覧のようにシュートの数が6本ずつですね。でフリーキックは8本7本、コーナーキックはレッズ2本の、サンフレッチの4本でした。で、ご覧のような格好で、いきますが、イエローカードが、マキノの1枚ですね。まあ、この数字上では、はい、あまり、差がないような感じはしますけどね。ただなんかイメージ的にも広島のやっぱり飛び出す裏を狙うという意味で、オフサイドはないんですよね。そうですね、まあ、ボールがね、繋がらなかっただけという部分もあるかもしれませんけど、まあ、でも常に裏を、狙っているということはありますよね。そうですね。という今日の、まあ、A3 の関係で、遅くなった14節なんですが、レッズそしてサンフレッチェ広島、前半を終了しています。前半は0対0、両チーム点はありません。まあ、ご覧のようにポンテが、まあ、話をしながら相手がつぼになりますが、今出てまいりました。まあ、いろいろやっぱりチェックポイントは多々あったはずです。まあ、ただ今日見るとあの広島がやたら早くこのピッチに姿を現しました。あの暑いんで意外とこうロッカールームの涼しい方がいいんで、出番が遅くなるかなと思ったら全然早かったですよね、出てからね。前半、いい感じで、広島できてたので、なるほど、後半も早くやりたいといったところかもしれませんね。そして今ようやくレッズの方もトゥーリオ、スイッケータが入ってまいりました。まあ、これからエンジンを組んで、そしてまあ後半を迎えようというとなります。右エンドを取る、ですからこれ風上になりますかね。少し遠目からのシュートというものも考えてやればいいんじゃないですか、考えたらなかったですよね。なかったですね、中距離はね。まあ、前半は風下しもだったんでね、ちょっと勢いも弱まってしまうので、まあ、後半は長めのボールも止まるような状態になりますから、どんどん押し上げたいですよね。で今ようやくワシントンが出てまいりました。
どうでしょう、ワシントン気持ちの方は落ち着いたでしょうか。まあ、最後の方も、ね、いい形作った場面もありましたから、はい、まあ、後半は、ね、いけるんじゃないでしょうかね。もうすでに広島の方はポジションに今散っているということで、今レッツがエンジンです。この前半から後半、この後半、まあ、選手の交代はありません。前半と同じメンバーで戦います。まあ、ですが後半途中その選手交代も一つポイントになりそうですよね。そうですね。さあレッズのキックオフが後半の45分です。右エンドのレッズ、左エンドのサンフレッチェです。ワシントン、コンテ、山田、山田、そしてさあここからトゥーリオ、左阿部が散っていきました。坪井、右の坪井です。肩に入ってコンテ、そしてワシントン、ポストはつながらないか、追形態きました。森崎とのマッチアップですが、そして長谷部、左に出して相馬、相馬フェイントをかける、そしてクロスボールはコーナーになります。ここはコーナーをもらいました。相馬もマンチェスターユナイテッド戦ではこのフェイントをかなりやりましたね。あれ相手にね、クリスチアーノ・ロナウドを意識してという感じでしたからね。さあそしてポンテが蹴ります。ここはいきなりですがチャンスになります。トゥーリオが今ゆっくり上がっていきます。ワシントン、長谷部、トゥーリオ、阿部がファーサイド、ゴール前が田中達也です。押し合い、へし合いからあーってやっぱり笛が鳴りましたよね。なんかそんな気がしました今ね。まあ、この辺はね、はい、もういつでもこう引っ張り合ったりね、はい、ぶつかり合ったりやってますからね。でマッキルは今注意を受けますが、1番もうもらってますからね、うん、前半のうちにイエローカード1枚もらっているのがこれマキロです。さあコンテが蹴ります。高いボール、ワシントンか、ワシントンのヘディングシュート、うん、ノーマークでしたけどね、ちょっと戻りながらで難しいボールでしたけど、はい、うん、レッズはキーパー続き、坪井、トゥーリオ、阿部の3バック、鈴木啓太、長谷部のボランチ、右の山田、左相馬、そしてポンテがトップした田中達也、ワシントンの2トップです。一方の広島、キーパー下田、そして牧野、駒野、森田のこの3バックで、森崎浩二、青山ボランチいますが、まあ、リーハンジェ、右の左が服部、柏木トップ下で、ウェズレーと佐藤という、まあ、メンバーの交代はありません。そうするとこの後半の、まあ、注目点はどの辺になりますか。やはりね、このウェズレー、中盤まで下がって攻撃を組み立てようとしますよね。この辺の高い位置でボールを潰せるかどうかですよね。でリーハンジェ、森崎からもう一回リーハンジェ、入った、スペースありました。そしてクロスが一本入る、ウェズレーか、こぼれている、まだあるか。ここから服部がボールを持ちます。今のリーハンジェが完全フリーのスペースへ入っていきました。そこへまた記念ボール出ましたね。ボールに2人ね、行ってしまって完全にフリーになりましたね。ですよね。ドキッとする場面でした。上野さん、はい、ハーフタイム中の両監督のコメントをいただきました。はい、まずロジェク監督、まだゲームに入りきれていない、はい、特に攻撃に関しては動きが少ないので後半はそういうことをしっかりやっていかないといけないと話していました。これは福永さんがおっしゃってたような感じで、ね、手が動かないんですよ ね、 すね、動けないのかどうか分かりませんが、まあ、あの体力的にという部分ではないと思うんですよね。ーはーはー、なかなかポイントが作れないんで、こう上がっていっても大丈夫かなっていう部分がこの辺からですよね、うん、そうですね、こういうシーンが多いんですよね。そうですね。でボールを回しているのはいいんですが、最後のシュートまだいけないというポンテから鈴木啓太、もう少し前線がねかき回すような動き欲しいですけどね、で田中達也、これも結局捉えました。ウェズレー、こういうことですよね、結局ね、うん、そしてウェズレー、リハンジェ、右サイド上がっていく、そのリハンジェにボールが出た、リハンジェからウェズレー、佐藤が待っていますが、まこれクロスボールが高いボールは佐藤はやっぱり身長があまりありませんからね、うん、怖くないんですが、これは出てしまいました。さあそしてジェランさん、上野さん、はいはい、そして対するサンフレッチェ広島のペトロビッチ監督なんですが、前半の戦いはよくコントロールできていた、大切なことは後半もこの運動量を確保すること、得点を取るという気持ちを強い気持ちを出し、またしっかりとコミュニケーションを取っていこうと話していました。やっぱり正反対ですね。そうですね、非常にボールも人もよく動いてね、はい、広島のリズム良かったですからね。森田、
ということはやっぱりあのハーフタイムそのロッカールームからあここへピッチへ出てくるのは早かったんですが、うん、そんなには言うことなかったわけですね。そういうことですね、シュートあー、うんうん、これはちょっとヒットしませんが闘莉王です。でも形は悪くないですよ、まあ、おそらく何をどうするというのも確認事項だったんでしょうね、うん、そういうことね、まあ、その辺選手も、ね、感じてるでしょうね。ああとウェズレー、ウェズレー佐藤かどうする、右の柏木持った柏木からクロスが入って佐藤が待っている、どうだ、うん、シュートは佐藤が170センチありますが、まあ、ですから高いボールってのはやっぱりこう、うん、まず勝てないですよ ね、 そうですね。ですから今のはこう強くて速いボール、そしてディフェンダーの前を取ってヘディングということですよね。もう一瞬のスピードはね本当に瞬発力ありますからね、はい、オジェ監督、まあ、確かに言いたいことは前半はたくさんあったはずです、うん、ゲーム入る前はその準備が準備期間が十分あったという話だったんですが、おっと森崎、いやトゥーリョよく体投げ出してね止めましたね、これもねここで一遍ポイント作りますよね、はい、この後ろから危ないシーンですね。でもねですね、広島ユース出身というけど森崎浩二です、弟の方と北の兄弟、ウェズレーからここは鈴木ががっちりこのボールを取りました。田中達也、牧野をかわす、田中スピードがある、田中達也スピードがある、ポンテが中にも入っていった、マシントも追うように行く、さあどうする、田中持って、そして中入れてちょっと長いか、マシントン、下田です。という今のプレーどうですか。やはりね、はい、まあ、突破自体はね非常にいいんですけどね、うん、個人でやはり行って中がね薄い感じしますよね。佐藤から上連れか阿部がいました。なんかちょっと今ディフェンス前線が距離が空いてますね、うん、両チームともね空いた状態ですよね、やはりコンパクトに攻守をしなければね、うん、なかなかうまくいきませんよね。多少間延びした感じがあります、うん、山田から田中達也、森田が今上がっていきます。田中達也、森田が行きますが出した面白い長谷部、長谷部折り返してどうだ、うん、あっと相馬がシュートです。相馬が打っていきました。これもね、うん、またこのような入り込みはいいですよね、はい、少しボールがマイナスに行ったんでなかなか難しいシュートにはなってしまいましたけど、浮いてしまいました、うん、まあよく見れる、まあ、とにかく枠の中であればな、うん、ということなんでしょうが、うん、ベルディから昨年このレッズに来ました。この相馬、小花がこのやはり中にいます。まあ、今日は一日中ってことでしょうね、うん、そういうことですよね、はい、まあ、しかし安定してますよね、裏狙いは佐藤待っています。佐藤です。佐藤が面白いボールは服部、服部からボールが入ってそして速いボールですがもう一回佐藤が行きました。足元ちょっとおぼつきません。坪井です。坪井は本当に安定しますね。落ち着いてますね。慌てません。山田から中に入ってポンテ、さあチャンスだ、ポンテのシュート、うん、体を張ったのは青山です。山田、まだある、山田どうする、パセル、あっとここは取られました。森崎コーチからさ、右、そしてここはチャンスになるか、佐藤入っていく、うん、柏木いました。佐藤重い負けを上げていたんですが、でここはウェズレーが今倒れています。後半に入って8分です。指示をもらって8分が過ぎたんですが、福永さんどうですか。ちょっと変わってきている感もあるんですけどね、はい、まだまだ足りないですよね、まあ、シュートやっぱり打ち切れてない部分で、どうしてもこの流れが、ね、止まらないままずっと動きっぱなしの状態ですよね、はい、さあそして広島攻めた服部からボールが入りますが、もう一回壁に当たりました。ここからどうする、森崎浩二、森崎浩二、
トマノ縦にボールが入って柏木、もう一回トマノ攻めあぐんでいます。森田裏を取る、柏木来ました、柏木前を取るか、坪井がいます。さあこのバットとと水系たまだあるかと、これ広島ですね、服部から、これはなんでこうなりますかね。ちょっとねバタバタしてます ね森崎、森崎おーっといった、佐藤いった、佐藤だ、佐藤だ、シュート、やっぱり佐藤でした。一番気をつけなければいけないレッズなんですが、その佐藤にやられました。細かいとこ出されましたね。いやーこれが佐藤の9点目、広島1点を先行です。前半の10分です。なかなか守備の線で できなかったですよね。この後ですね、うわこの動き出しですよ、佐藤ですよこれ。すごいの体勢がね、ちょっと遅れましたね、はい、不十分でしたね。いやだからこれを見ると、あの福田さんともゆかのセリアをね一緒にあの担当してるとありますが、やっぱりピッポですよね、裏へ飛び出す一瞬のタイミングね、似てるんですよ、あのミランのインザーギ、なんかそういう風な動きを見せました。いやもう見事にやられてしまいましたがね、こう切り替えるしかないですよね。いやこれ本当福田さんはやっぱり見事なんですよね。でもしょうがないですよ、これも1点は消えないわけですから、レッズが点を取らなきゃいけません。上野さん、はい、先ほど あのゴールの後阿部選手は相当悔しがっていましたね、いやーやられました。やはりね、はい、裏を取られるっていうことがディフェンスにとってね一番嫌なことですからね。そうでしょうね、なんかプライドを傷つけられますよ ね遠目からのシュートで入ったということはね、はい、そういうのはしょうがないって思えるんですけどね、ポンテワシントン、あ下田、うん、ただ当然その佐藤の裏狙いというこのスペースへの飛び出しは要注意事項に絶対入ってるわけですから、はい、それはね選手たちも十分分かってたでしょうけどね、その前のちょっとクリアがね何本か相手にこうセカンドボール拾われてという状態が続きましてね、そのあたりで少しねディフェンスナーバスになりましたかね、正式には後半の9分だそうです。佐藤のゴールになりました。後半9分のゴールインは佐藤久人です。この1点でだから皆さんどういう風にゲームになっていくんですか、広島は、ね、だいぶ引いてくるでしょうね、はい、スペースを与えないように攻撃を、まあ、食い止めようとしてくるところを、ね、はい、どう崩すかですよね。それこそ活動量がないとね、そのような堅いディフェンスなかなか崩せませんからね、これまで以上に活動量というのを求められますね、さあそして水啓太、左相馬行きました、相馬入っていきますが、田中シュートを狙う、田中達也です。いや、いいアイデアですね、はい、相馬から田中達也でした、この突破もね、いいですし、はい、このシュートを打ち切りましたよね、そしてまたしっかりディフェンスから入れるというところで、ね、この辺でチームとしてのリズムを作りたいですよね、はい、田中達也も今シーズンはあの FC 東京戦で1点を取りました、まあ、久しぶりの1点だったんですが、いや、まあ、達也がね一番ホッとしたでしょうね、でしょうね、もう復帰早々結果を出しましたし、はい、チームを続けて完封勝利ということではね、そうですよね、あれが2対0で勝ってからその後神戸清水2-0、1-0ですから、そして岩田2-0、ずっと確かに失点なかったんです、はい、これだから久しぶりの失点なんですよね、まあ、この J リーグを言えばね、4ゲーム失点がありませんでした、でも完封なしということで久しぶりの失点ということになりました。ただ、まあ、田中達也の5人はあのアウェーですから、はい、なんだかホームでね、見せてほしいという気がしますかね。ウェズレー、いやただ確かに広島というのはこれで守りに入っても、例えばウェズレーが前にいて、佐藤久人が前にいれば、確かに怖いんですよね、これもね、2人だけで十分点取れますからね、なんですよね、まあ、ですから常に攻めていてもその辺は、まあ、要注意ということでケアしなければいけません、相馬倒れました、ちょっと足が引っかかった、森崎浩二が言っています。
後半9分、佐藤久保の1点、広島1点リード。さあポンテ、高いボールはトゥーリオか、落としてシュート、確かに今のなんか距離あるんですが、やっぱボールは伸びていくんですよね。これ風ですよね。風ですね、この辺のセカンドボールをね、なんとかさらに攻撃につなげられるようにできればいいんですけどね。ちょうど背中越しがレッズのサポーター大きな部員になります。まあブーイングに負けたわけじゃないんでしょう今いやでも、すごいプレッシャーですよね、なんかプレゼントボールもありました。阿部、相馬、下げて阿部、そして右へ持ってきます山田、山田、ワシントン、うわっと、まあ奪われましたけどね、ワシントンがあのバイタルエリアでポイントを作るっていうのをね、一つチームの狙い目としてやってほしいですね。牧野もイエロー1枚もらってますしね。そしてスローインは山田のロングスロー、ここはクリアになりました。阿部、佐藤がプレッシャーをかけました。相馬、相馬、ここも佐藤ですよね。相馬に逃げた。さあそしてチャンスはと、いやチャンスでしたね。2人で囲まれながらね、1人でよく突破したんですけどね、ただあそこだから佐藤が今ディフェンス行ったんですよね、あれがディフェンダーのディフェンスであれば1枚少ないわけなんですかね、だから佐藤が前線で持ってたのがぐーっと下がってディフェンスまでしに行きました。まあ気持ちいいわけですよね当然ね、さあここもボールを回していきますが、でここに牧野、そして森崎浩二、リーハンディが右サイドいますが、森崎はどこへ出すか、中にボール入って柏木、牧野、リハンデ、もう一回牧野、そして駒野です。牧野、なかなかねディフェンスどのように行ったらいいかっていうのがね、チームとして固まってないですよね、真ん中ここのエリアですね、ここ非常に大きく空いてますね。ウェズレーがボールを出してしまいました。上野さん、はい、先ほど相馬選手が倒れてしまった時に永井選手が呼ばれていましたので、この後選手交代があるかもしれません、はい、永井です。あっと牧野いました。森崎からもう一回と右サイド、そして山田、ま、相馬は大丈夫なようですよね、でもね大丈夫ですね、はい、今は相馬の個人での突破っていう部分でね、チャンスが作れている状態なので、ここをね一つ基準にするのもいいですよね。阿部、そして相馬、阿部が上がっていきました。阿部が入っていく、田中、相馬、ここからですよね、相馬狙うシュートになりました。コーナーキックになります。牧野が足に当たりました。18分が過ぎています。もちろんまだ時間はたっぷりあります。ポンテが蹴ります。ポンテから長いボールは落とすチャンスか、ワシントンがいる、阿部が行った、あーっとダメです。またカウンターですね。はい、ウェズレー、ウェズレー、ここは時間を取りますが、あっと見出ましたね、リハンジェ、リハンジェ行った、ね、このボールはとまだ出ないか、あと佐藤行きます、いや助かりましたね、かなり広島の、ね人数も足りてましたからね、トゥーリオ、今度はレッズの攻め、トゥーリオどうする、右へ出して田中、山田がよく上がっていきますが、田中達也、山田、山田狙ってシュートだ、まだあるか、ポンテ、ポンテから入った、さあ達也シュート、
式、そして式ゴールは同点ゴール、1対1の同点になりました。後半の19分です。このコンテからのクロスをね、ぴったりですよね。ドンピシャですね。素晴らしいですね。結局トゥーリオディフェンダーでしたね。トゥーリオのヘディングもね、気持ち入ってましたよね、はい。さあ同点になりました、ゲームは振り出し、そして今後半20分を回ろうとしています。これでね、ゲームこう落ち着かずにね、はい、どんどんアグレッシブにいってほしいですよね。あと森崎浩二逆に出ましたね。森崎上で中に入った、森崎行った、森崎行った、シュートを狙うか、壁がありますが跳ね返ってスローになります。これ攻められちゃいけませんよね。柏木、頭の中は冷静にね、行かないといけないですね。柏木リハンデクロスが入る、長いボールになった、ここは次は大丈夫、このボールが少し押し戻される状態なのでね、はい。山田カバス、コンテ山田、そして相馬行った、狙うか、相馬のシュートだ、ポストの左です。ゴールキックに変わります。わずかなところでポストの左切れました。ただゲームが振り出し、これでまた当然変わってくるわけですよね。そうですね、おっと相馬行った、チャンスがレッズチャンスだ。レッズのチャンスは相馬、まだ持っている。ここね、やはり人が絡んでほしいですよね。ウェズレとファールはない、ファールないんですね。ですね、うまく奪いましたね。長谷部、水慶太、鈴木から長谷部、山田が右動いた、山田には出ない、もう一回鈴木から、もうそして山田に来ました。山田、鈴木、相馬、ボールを回していきます。いいですよ。そして今阿部が上っていった、長谷部、あっと取られますか、佐藤からスローインです。レッズのスローイン、今阿部が上がっていきましたけどね、はい、自分たちね、こうバランスを崩してでも人数を、ね、前にかけないと相手のバランスも崩れませんからね、はい。水系ターンが振り入っています。阿部戻りました。トゥーリは依然上がっています。阿部、そのトゥーリは戻れない、リハンジがいました。もう一回水系ターン、ポンテ、トゥーリオがゆっくり今ファーサイド上がっていきますが、ポンテ持った、ポンテからトゥーリオ、トゥーリオがどうする、横へ出す、長谷部、長谷部狙うシュート、ちょっと狭いですよね。長谷部のシュートです。両サイドね、山田も相馬もね、ちょっと疲れましたよね、はい。もう少し高い位置がワイドに取れるとね、いいんですけどね、おっと田中いい守備だ。そしてポンテ、さあチャンスだ、ポンテ、田中達也から、さあどうする、横へ出してシュート、トゥーリオ、これは外してしまいました。決定的ですね。うまく運んだんですがね、ここからね、達也もよく見てました ね、どうぞというシュートだったんですが、トゥーリオもね、大事に行こうっていう気持ちがね、ちょっと強くなりすぎましたがね、はい。まだ時間はたっぷりあります。23分を回ったところ、トゥーリオ、ただ1点を返して同点になったところで、やっぱりペース的にはこれレッズのペースになってますよね、なってますね、あとは、これハンドですか、ちょっとね、はい、作りの段階でのミスからこうカウンターっていう部分が一番怖いですからね、はい。青山、そして牧野からリーハンジェが今右サイド動いてきました。牧野からリーハンジェ、リーハンジェからもう一回牧野来た、マキロから中にボールがウェズレー、ここはトゥーリオの高さ、そしてワシントンがいる、ここボールを連れてきた、さあチャンスだ、そう田中いった、2枚しかいないぞ、さあチャンスだった、田中、そしてワシントンがいるが狙ってシュートだ、
と、ね、3対2になりましたけどね。ですよね、まあ、最後シュートで終わりましたからね、そしてコーナーを取りました。流れはレッズです。レッズサポーターのこの陣取る場所、ゴールのライトへ行くレッズがチャンスを迎えました。コンテが蹴ります。そしてトゥーリー動いた、ニアサイド。さあどうする、そのファーへ持っていくか、パチグーパダル、これでるシュートアット、山田中入れる、阿部が飛ぶ、田中がいる。あっとここは田中達也の方ですか、にイエローカードですね。田中達也にイエローカードが1枚出てしまいました。田中達也はこれが累積で1枚目になります。柏木から長いボールが佐藤を狙っていく、長い長い、そして鈴木が取りました。うーん、今のもね、ボールの精度が良ければね、怖いところですね。危ないですよ、トゥーリオがちょっと高い位置になってきました。田中達也から左へ持っていきます、長谷部。上野さん、はい、のサンフレッチェ広島なんですが、16番リー選手が、25番高柳選手と交代するようです、はい、仕掛け時になったか広島。ここは相馬が持っていきます。そのリハンジェが今行きますが、リハンジェ強い、リハンジェ、うおーちょっとリハンジェ取った、取りました。そしてウェズレー、ちょっと伸びている、ウェズレーからリハンジェ行くが、ここはスイケータ、そしてここでそのリハンジェが下がっていきます。そして25番の高柳が入ってまいります。広島の方はね、少し動き止まりましたからね、はい、ちょっとこれ活性化しないとね、いけないですよね。広島ジュースの出身というこの高柳、上野さん、はい、あの相馬選手なんですが、先ほどからしきりに右足が痛いと訴えていますね。そうですか、まあ、そんなこと言わずに頑張ってほしいんですかね。いいプレーしますからね。ここは田中行きましたがボールを出しています。そしてスローインなようです。ただいっぱいとなったらこれはちょっとね、またその長井がスタンバイとなるか分かりませんが、さあここはスローインレッズ、山田ロングスローは中行ってポンテ、はい、あのサンフレッチェ広島平川選手が今呼ばれ、あ、裏レッズ、はい、シャーッとシュートだトゥーリオのシュートです。綺麗ですね。決まればものすごいスーパーゴールですね、これ。阿部がこういう感じですよ ね、 そうですね、ちょうど ね、 そうですね、アジアカップでは、ね、着地を気をつけなきゃいけないですね、そうですね。そして今平川スタンバイ、ここも相馬に代わって入っていくようです。相馬選手と平川選手交代するようですね。両チームともに、まあ、1枚ずつ、まあ、カードを切るという、まあ、そういった状況になってまいりますが、さあ田中行きました、田中達也、田中達也から中にボールがあーっと割り込んでいけないか、森崎、おーついけた、あーっとファンになりました、うん、そして今止まったところで平川が入っていきます。相馬がアウトになります。時間が27分からまもなく28分になろうというところです。まあ、ですから相馬自身がちょっと痛んだ感じだったんですかね、何度も、ね、突破してチャンス作ってましたけどね、この平川にも期待したいですよね。そうですね、まあ、当然これ平川そのまま入るわけで、平瀬のわけなんですが、はい、高柳もそのまま右サイド入ってますもんね、このフレッシュな2人の ねマッチアップになりますよね、チームの、ね、リズムを作れるかですよね、はい、ですからポジションのチェンジありません、まあ、そのまま入っています。リハンデから高柳、そして相馬から平川です。おっとウェズレー体を張った、あ、さあここで平川から一旦トゥーリオに出されました。トゥーリオはボランチの位置ですもんね、そして坪井です。長谷部、あーっとこれでここは柏木来ました、柏木を、あーうまい、山田ここはうまい、さすがです。長谷部から入ってワシントン、うわートラップが青山いった、大事に、ね、トラップしてというところで ねこのままいくかなと思ったんですけどね、ボレーかなと思ったんですが、そこのトラップは伸びましたよね。青山が飛びました。さあしかしまだチャンスあります。コーナー、
これはチャンスです。今トゥーリョゆっくり手を挙げて上がっていきます。阿部がファーサイド行きました。ワシントン、長谷部、ゴール前の田中、さあどこに合わせてくるか。コンテ、阿部か、うん、阿部です。もう一回こぼれてコンテ、コンテエリアの中に入る。そして入れた、入れた、あっとキーパー、うん、うん、PK、 PK、今 PK マークですよ ね、 そうですね。あの瞬間に2人倒れたんですが、ここ森田とは森田です ね、 そうですよね。これでだから森田のファールが取られたわけですね。これはレッズラッキーです。森田のファール、そして PK になりました。森田累積3枚目、思わぬところで1点入る状況を作れましたね。うん、あとポンテの積極的な仕掛けからですよね。まあ、森田もね、納得いかないという、うん、まあ、そうでしょうね。これはワシントンがうまくあっても分かりませんが、うん、PK であるのは間違いありません。あのバタッと今2人倒れたんですよね、はい、さあそして PK ということになりました。これポンテが蹴るんですね。ポンテいきますね、はい。まあ、この時間帯としてもいいですから ね、確実にいってほしいですね。そうなんですが、前回のワシントン外してるんでね、はい、さあここはチャンスになりました。思わぬ展開の中で30分ですが、1点が入るケースを少なくてもらったということになります。キーパー下田、そしてキッカーのポンテ。後半31分です。ポンテ勝ち越しゴールになりました。 PK 決まっています。後半の31分、レッズが逆転に成功しました。いやさすがですね。いやどんな格好であるとにかく逆転に成功しました、うん、完全に逆つきましたね、読まれててもあのコースは取れないんでしょうね、強烈な一発です。そしてまたこれ広島選手交代ですね。プワダが入りましたね。また仕掛け時という感じになってまいりました。桑田が入っています。柏木を下げました。まあ、ですからおそらく桑田がそのまま入ると思うんですが、おーっと佐藤、佐藤です。おーっと危ない。トゥーリオ、今トゥーリオちょっと膝やりましたか。ただ今のやっぱり佐藤ですよね、動きはね。少しこれ気抜くとね、そう気を抜くと本当こうなるんですよ。よく行きましたね。大丈夫かな。とにかくトゥーリオはあの6月の23日のゲーム市民戦だったんですが、左膝靭帯損傷ということで、うん、結局、まあ、30分に近かったわけですからね、はい、久々戻って点まで取っているんですが立ち上がりました。さあしかしここは広島のチャンスがあります。レッズの集中です。上杉がボールを蹴ります。上杉で蹴った、そしてゴール前上がる。ここアウト、うん、森田の頭です。これもう一回来るんですね。今ですがキーパーを越えての森田だったんですが、よくトゥーリオは出していますね。ついてきましたね、はい、しかしまだあります。森田が蹴ります。飛び込むか。ここはクリアボール。これもトゥーリオのクリアです。こぼれて佐藤が行きました。そしてスローインです。ここは誰も見ません。そしてトゥーリオ大きくボールを蹴り出します。全体的にもっと押し上げたいですね、はい、そして駒野、駒野からコンテが行きましたが、そして下田、田中、さあチャンスか。田中達也横へ、あおっとポンテ行く、田中、田中のシュート、田中達也のシュート決まった。3点目、今シーズンの2点目、ホームでの初ゴールになります。一気に決着をつけようというレッズ、3点目が入りました。よくあそこまでね切れ込んできましたよね。さあそのシーンです、うん、この後ですね、ポンテのヒールから、そして狙って決まりました。3対1になります、うん、
で監督も両手を挙げました。うん、これにはね納得という感じですね。時間34分、時間を考えても3点目、うん、2点差ってんですよね。大きいですね。あと残り10分で2点差ですからね、はい、これで広島の方が気持ちの上で私もね、うん、慣れてしまうかなという気がしないでもないんですが、山田からとワシントン、これはファールいませんか、うん、オフサイド流しましたね、はい、そしてウェズレー、森崎浩二、森崎、さあそしてまだあります、ここからウェズレーを狙って裏を取る、高いからウェズレー、ああ中央行きますね、ウェズレー狙ってますね、狙ってますね、うん、跳ね返っていきます、ちょっとラインね引いてますよね、はい、もう少しボールに行かないと、青山から逃げ出した、そして高柳クロスが一歩入る、そのまま触らずに出ていきました、ゴールキックに変わります、この間に田中達が水分を補給します、結構人数かけてね広島ももうこれから出てくるでしょうからね、はい、その人数を後ろからこう合わせていくとどん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 ディフェンスラインがね下がっていってしまいますからね、コミュニケーション取って誰がボールに行くのか誰がカバーするのか、はい、はっきりしたいですね、うん、前半0対0から後半に3対1です、レッツが3点を取っています、コンテ、ワシントン、ここはダメです、森崎、森崎から見え出して高柳、一旦戻しました、マキノ、あったからポンテのファウルになります、あカードが出ちゃいますね、うん、2点リードでこういうのなんかもったいないですよね、無駄ですよね、そうですね、まあ、ポンテは1枚目ですからまだいいんですが、3対1、そして36分が過ぎて残りもう9分、上野さん、はい、今永井選手が準備をしています、長い投入となりそうですが、さあここはまだあります、牧野から見え出して高柳にもう一回戻ってきます、牧野、そして駒野、駒野から中に入りますが、さあここからどうするか、広島ゆっくりボールを回していきますが、森崎浩二、佐藤狙った、佐藤狙う、上野さん、はい、長井選手、ワシントン選手と交代です、ワシントン、ただ今のプレーなんかでもやっぱりここ一番ボールを出せば佐藤が走るというそういったタイミング、そうなんですね、非常に怖い選手です、ポンテ横へ出して、おっとワシントンの頭、一山を越えれば田中が言いました、ただもう明らかにレッズ有利は間違いありません、うん、3対1なおかつボールをキープしながらそして攻めていっています、まずしっかり守りを固めることですよね、はい、そこからの速い攻撃、これで十分ですね、そしてまあこういう状況の中でも当然ウェズレーと佐藤は前を狙っているわけですよね、うん、はい、だからあれ使えばまあ打ってしまうということですよね、うん、しっかり流れを切って切り替えることですね、はい、さあゴール前、おっと低いボール面白い、ハセベこぼれて田中、もう一回ワシントン、どうだか、うん、パダリのトゥーリオ、そしてワシントン、ワシントン下田、ワシントン決まった、ワシントン今シーズンの10点目、後半の38分、4対1になりました、広島の今守備も変でしたよね、そうですね、ここねどうしたんでしょうかね、普通に考えれば大きなクリアが絶対必要なところですね、いやしかしここワシントンよくね打ち切りましたね、これ、まあ、これがねあの半回転しながらね、うん、タオル君でのゴールになったんですが、らしいところです、そうですね、いやもうこれでね、はい、決定的でしょうね、でしょうね、いくらなんでもね、ワシントンはこれで、ね、ゴールを決めてお疲れ様と、ワシントンが変えられる前の一発だったんですよね、うん、ワシントン交代が分かっていたかどうかですね、4対1になりました、レッズ4点です、今
シーズンはとにかくレッツも得点という意味では27得点で意外と少なかったんですよね。今日で31点目、まあ、27得点は実は広島と同じ得点だったんですが、まあ、4点はですから今シーズンのまあ J リーグの中での最多得点ということになります。永井が来ました。やっぱりなんかあの PK というのは一つ分かれ目と言いましょうかね。そうですね、あれの広島なんかこうモチベーションが随分と下がったという感じがしますが、ここまで、ね、よく我慢してきただけにね、長いワシントン、さあ狙えるシュートは打てないか。駒野がいました。駒野、山田が行きます。森崎、ここも長いが行きました。高柳、ベナさん苦しんで戻します。はい、上野さん、はい、あの今浦和レッズベンチ、あの岡野選手が準備をしています。3人目岡野ですか。まあこういう中で岡野のスピードってのはまた生きるわけですよね、うん、短い時間ですけどね、もうらしさを見せてほしいですね、はい、ここは阿部のクリアになりました。そして高いバウンドになりますが、青山、そして森田、笑い岩田から森田、このケイタのね、プレッシャーですよね、いやもう疲れてるとは思うんですけどね、はい、このプレッシャーが本当にチームのためになりますよね、そしてレッツが今青からがスタンバイということになりました。最後のカードを切ります。上野さん、はい、あとサンフレッチェ広島もですね、10番ウェズレー選手と18番平重選手が交代する。なるほど、平重も非常にスピードのある選手です、まあ、しかしもう3点差がつきました、まあ、レッツは余裕の交代になります。それからですね、浦和レッズは岡野選手、山田選手と交代するようです。はい、岡野、山田、山田を下げて岡野投入です。さあここはまたボールを持って、そして左から攻めていきますが、広島トゥーリが来ました。まあ、今の一本見ても中がやっぱり広島かなりの気持ちよいんだよね、うん、そうですね、ちょっとね、はい、疲れましたが ね岡野が入ります。そしてもうウェズレーを下げて平重ということになりますが、まあ、時間的にはもう41分から今42分になろうとしています。ウェズレーが下がりました。平重が入っていきます。上野さん、はい、はい、はい、あの今岡野選手これから入りますけれども、はい、岡野選手はまずは自分の1個目のプレーでうまくチームを動かせれば一番いいですと、途中出場するときそういう気持ちを話していました。はい、まあ、そしてこの大きな拍手、あの流れは確実に変わるんですよね。そうですね、こういう一本だね、これでわーっと盛り上がるわけですから、カノが持つ何かあるんですよね、この空気は変わりますよね。本当です。だって福永さんと一緒にプレーしていた選手がやれるわけですから、まだそうですね、おっとここは広島チャンスですが、阿部が行きました。阿部が行っています。こぼれています。よく守りました。素晴らしいですね、阿部は、はい、そしてポンテ、さあ永井が前にいます。田中も今入っていきますが、ポンテが持っていく。さあどうする、永井、永井からここはどうしますか。右に岡田がいますが、かわして打てるかな。ああ右へ出しました。鈴木啓太が入っていきます。そしてクロスが1本入った。ここで田中の頭、43分が過ぎています。釣りましたかね、釣りましたかね今のね、まあ、このアーリークロスが入って、そしてヘッドで合わせた。この後ですね、多少後ろから足が出ていることもあったんですが、多少釣った感はありますが大丈夫なようです。田中達也1点を取りました。まあ、なんか立て続けの点でしたからね。佐藤が行きます。佐藤、そしてまあ、こういう状況になってきますよね。あまりも心配いらないというところでしょうか。そうですね、上野さん、はい、ロスタイムは3分あります。3分、あれはだんだんこうやっぱり合わなくなってくるんですよね。そうですね、さあそしてポンテです。まあ、ここは時間を使いながらなりますが、今平川も上がってきました。ポンテ、平川、平川、これはしょうがない。まあ、ここまでいいカバーしましたね、はい、この後ですね、佐藤、平重、佐藤との交流したいところなんですが、平重も非常にいい選手でスピードがあります。
やはりねここまで来たら、はい、もうこれ以上の失点は与えたくないですよね。そうでしょうね、やっぱり4対11点をリードされた後の4点逆転ですから、まあ、気持ちよく終わるにはやっぱり4対1ですよね。はい、長谷部広島も行きませんね、うん、ここね、まあ、ですからレッズとしても久しぶりにこの埼玉スタジアムの勝利が、まあ、近づいてきたというとなりそうです。まあ、ホームゲームこの4月の7日に勝っていますが岩田戦2対1でした。ロスタイムご覧のように約3分です。まあ、それ以来の勝利というとなりそうです。あの神戸戦は勝っていますがこのまま参加場でした。まあ、それを考えればなんか久しぶりの4月7日になるということになりますが、平川もうボールキープは慌てることは全くないですから ね。そして自分で行った平川田中か長いのシュート、うん、しい、いやこれね長井が決めたら攻撃陣がね本当ですね決めたということになるんですね。ワシントン田中、うん、十分引きつけて ね、うん、長いとしてもね、はい、ここ結果欲しいでしょうね。ポンタが PK で1点を取りました。そして田中が取りました。その後ワシントンも取りました。そのポンテ平川慌てることは全くありません。ロスタイム約3分平川裏を取る平川上げるさあそして飛び込むかトゥーリョか岡野のシュートです。抑えきれませんでしたね、年齢によるものでしょうかね。そうですか、暑さとね。でもね、こうやって笑顔でね、やってるの見てるとこっちも嬉しいですよね。7月の25日で35歳の誕生日に過ぎました。35歳です。35歳ですよ。ウェズレーが35です、うん、それからあのサンフレッチェ広島控えのブランココ出身キデラ、はい、キーパーです。キデラも35ですよね。同い年ですね。はい、もう時間はなくなっています。ロスタイムは3分、まあ、勝利はもう間違いありません。間違いないですね。はい、まあ、あとは、うん、確実にこのゲームを終わらせることができるかですね。そうでしょうね。まあ、とにかく4試合連続でこう失点なしできたわけですからね。うん、まあ、1失点であれば、はい、うん、まあ、1点取られることもあるというところで切り替えられますからね、2点取られるとまた違いますよ。はい、裏が来ました。岡野見せましたけどね。何かやってくれますね。まあ、レッズの失点はとにかく13失点と最も少ないんですが、まあ、2失点というのはゲーム的には3試合だけです。4対1です。47分からまもなく48分になろうとしていますがもう時間はありません。水系とか今傷んでいますが大丈夫なようです。もう時間ないですもん ね。今松村さんがちらっと時計を見ました。はい、ロスタイム約3分です。で接触の怪我というところもね、はい、ちょっと嫌ですからね、うん、ボールを早く動かしたいですよね。はい、トゥーリオそして笛が鳴ります。うん、結局4対1で浦和レッズが勝ちました。そして埼玉スタジアム2002久しぶりの勝ちというとなります。いや前半は0対0そして1点を佐藤に先制されました。まあ、どうなるかなというところだったんですが、まあ、しかし一気に4点逆転に成功しました。まあ、今日のこの第14節レッズが勝ちました。見事4対1の逆転の勝利になります。4対1でレッズが勝ちました。さあそしてこれからヒーローインタビューになりますが田中達也でしょうかね。今マイクロンサイド近づいてきました。準備ができたらお願いしましょう。放送席そしてレッズポータルの皆さん今日のヒーローです。今シーズンホーム初ゴール田中選手に来ていただきましたおめでとうございます。まずは終わってみれば4対1大差での勝利ですが苦しい前半戦だったと思います。そうですね、まあ、我慢する時間帯が多くて、まあ、けど後半4点取れてよかったです。そしてご自身のゴール振り返っていただけますでしょうか。いやもうロビーからいいボールが来たので、まあ、決めるだけでした。これで勝ち点をガンバとの勝ち点は2ポイント差に縮めての後半戦途中になります。いや1試合1試合集中して勝ち点3を取りに行きたいです。
それでは最後にサポーターの皆さんにメッセージをお願いします。後半戦も応援よろしくお願いします。田中選手でした。おめでとうございました。というヒーローは田中達也だったんですが、意外と福田さんあっさり終わりましたね。まあ俺はこんなもんじゃないよっていうのねそんな気持ちを感じますね。さあそれではハイライトで振り返っていきましょう。まあ1点をリードされたんですよね。ここね見事にね、やっぱ佐藤ですよこの動きね。うわというこれが後半の9分でした。広島の1点です。これはね佐藤を褒めた方がいいでしょうね。そうでしょうね、まあ、しかし19分に1点を返します。もうねセカンドボールはだいぶ拾えるようになってきてますよね、はい、でポンテから、この素早いその後のねセカンドボールからのつなぎですよね、はい、まあ、これで同点になりました19分で、その後やっぱり一つポイントになりましたね。ここですね、 PK というね、このまたポンテですよね。まあラッキーですね。ラッキーですよね。まあこれで2点目が入ります。そして逆転に成功します。31分でした。ポンテの PK です。下田、逆です、まあ、この PK 自体はね、はい、本当に見事に決めましたね、これでもう流れやっぱり変わりました、そして追加点は33分、これが決定的でしたよね、はい、広島もここまでね、中に入らせてしまってやね、これで3対1です、ここで久保なんかこの両手を、拳を上げる姿を見ると、確信したかなという、ね、そうですね、33分でした、はい、2点差で決まったというところですよね、で38分です、これがねクリアがなんか中途半端全部ね、そうですね、ここですよ ね、ここなんか譲り合って本当ですよね、でもここの回転をした後のあの振りの速さ、ここはね半回転でポーン、見事で間すり抜けていきましたね、ワシントンらしいそんな、ね、シュートでした、ということで、まあ、これでレッズが勝って勝ち点が39ですから、まあ、全部が18試合終わったということになりますが、はい、まあ、これで、ガンバの41に、まあ、2差ですからね、本当にも接近をしたということになりました。そして今ファンに応えています。いやこれ引き分けでもやっぱり嫌でしたからね、やっぱり勝ち点3しかないわけですから、本当にきっちり勝ち点3取りましたし、はい、あとこれまでねリーグ戦得点が2点止まりですよね、はい、3点取った試合っていうのはなかったので、まあ、それでおまけをつけた4点というところで、はい、まあ、得点力、まあ、決定力ですよね、はい、その辺が出てきたら、まあ、もっともっとねいけるんじゃないかなって、そうですね、というは4対1のゲームだったんですが、さあ福永さん、はい、振り返っていただきましょう。まあ、前半がね、少し消化不良のゲームでね、はい、もっともっとこう活動量っていう話をしましたけど、まあ、後半にね、はい、まあ、1点奪われてからもう本当にようやく目が覚めたというような状態でね、まあ、その後見事なね、試合展開だったと思いますね、はい、まあ、ですから、まあ、これからまた後半に入る